それでは大塚代表の定例会見を始めさせていただきます。はい、報道よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。佐川前国税庁長官の承認喚問が27日に決まりましたけれども、遅きに失した感はありますが、27日佐川前国税庁長官が国民のために正直につまびらかに全貌をお話しになることを期待したいと思います。ツイッターなどでも書きましたけれども、またこの場でも申し上げたかもしれませんが、36年間、公僕として、職務に当たってきた佐川さんが国民の皆さんに貢献をする最後の機会かもしれませんので、国民のために、そして国会のために正直に全貌をつまびらかにお話になることを改めて呼びかけたいというふうに思います。間違っても訴追される恐れがあるということを理由にほとんど答弁しないというような展開にならないことを望みたいというふうに思います。まあ、合わせて、先週から今週にかけて、今日も今財政金融委員会に出てきたんですけれども、理財局の一部の職員がやったことだということを繰り返し現理財局長も大臣もおっしゃるわけですが、なぜそう言い切れるのか、そう言い切るのであるならば、その根拠を示すべきであり、こういう姿勢もいかがなものかというふうに思います。まあ、事実を隠蔽し国会に虚偽を申し述べるという安倍政権の体質が明らかになり、そしてこの後に及んでまだそのような姿勢が改まっていないというふうに感じております。民主主義の危機と言える状況になっていますので、やはり私たちは安倍政権の正当性を否定せざるを得ません。昨年の一連の森友問題についての答弁に基づいて昨年の総選挙が行われたということを考えると、昨年の総選挙に基づいて成立をしている安倍政権はその正当性を失ったというふうに考えますので、我々は当然辞職を求めたいと思いますし、そうであるならば総選挙を受けて立つ体制を整えなければならないと思いますので、野党が結集すべきであるということを改めて訴えたいというふうに思います。そして野党の中心は昨年の総選挙までは民進党であったわけであります。今野党の比較第一党となった立憲民主党枝野代表には野党結集、とりわけその野党の中核となる民進系3党の結集に向けて、その先頭に立って、リーダーシップを発揮していただけるとありがたいというふうに思っております。私の方からは以上です。それでは冒頭発言に関しますご質問から受けさせていただきます。すみません、共同通信の講師です。はい、今の冒頭の森友学園の関係で、はい、明日にもですね、立憲民主党の野党の籠池前理事長ですね、政権するということになりま
ました。どういったこと、27日の佐賀さんの承認喚問を控えて、どういったことを確認したいとお考えでしょうか。今日もどこかの新聞が報道してましたが、ゴミの埋設の事実関係についての虚偽については国交省から提案があったというふうに書かれていました。で、そうであるとしたらですね、国交省からどのような提案があったのかというようなことについても、ぜひ籠池さんには直接お話しいただきたいと思いますし、そもそもその報道でも、近々に開校式で総理夫人がいらっしゃるから自分のメンツはどうしてくれるんだと、こういうやり取りがあったというふうに報道には書かれておりますので、ということはその夫人がどれほどこの一連のプロセスに積極的に関わっていたのかと、あるいは役所に何がしか申し伝えるようにご本人あるいは随行だった谷紗友子さんにどのような指示をしていたのか、そしてそれを籠池さんがどの程度認識していたのか、そんなようなことについてぜひつまびらかにお話しいただけるとありがたいなというふうに思っています。関連ございますか。テレビ朝日です。はい、はい、27日の承認喚問では改めて佐川氏にどういう点を正していきたいのかということと、民進党の質問者が決まっていれば教えてください。まず民進党の質問者は、これは会派の方で今検討していますので、また改めて確認をしてください。やはりここまでのですね、財務大臣を含めた関係者の答弁、そして皆さんの報道もだんだんそうなりかけているような気がするんですが、佐川さんの指示の下で理財局の一部の職員がやっていたということに落とし込まれようというふうに今していますけれども、本当にそうなのかということは、佐川さんに正直に話していただきたいと思います。我々も政権を経験しているわけですから、役所と官邸の重要事案についての力学、それから事務の進め方というのはもう経験済みですのでね、理財局長の一存で、あれだけ膨大な資料の改ざんができるとは到底信じがたいと、当然、役所としては事務次官、官房長は知っていなければならないし、首相秘書官、官房長官、秘書官の取りまとめ者にも相談をしていたり、あるいはその取りまとめ者から指示があるというふうに考える方が普通だと思います。我々の経験上そう考えざるを得ません。総理には総理の側近とも言われる、今政務秘書官をやっておられる今井秘書官をはじめですね、そういう際に、きっと重要な役割を果たされるであろうと思われる方々が何人かいらっしゃいますので、その方々が、一切関わっていないこのことを知らなかったというふうに考えるのは不自然だと思いますので、そういう点について佐川さんにしっかり正すべきものというふうに思ってます。関連パターン付けの感じで、あと今の質問が見方新聞されている、総理秘書官の名前一人挙がりましたけれども、はい、冒頭佐川さんが全貌を語るようにということでしたけど、佐川さんが承認喚問で全貌を語るようにということがありましたけど、そこで明らかにいろいろなことがならなかったら
次は国会として何をすべきかということが一点、あと防災発言の講談にあったあの枝野さん、リーダーシップ発揮して自身がいらしたけど、それは電話なりで枝野さんにも伝えてありますか。まず講談の方から お伝えしますと、枝野さんとはもちろんさまざまな場面で接触がありますが、機微にわたる部分ですから、今の質問に直接にお答えすることは控えたいというふうに思います。やはりそれをしっかりお伝えするためにもですね、もうそろそろ去年の総選挙のあの経緯で、今3つに分かれている党でありますので、3党党首会談をしっかり国民の皆さんに見える形で、開かせていただきたいと思いますし、呼びかけたいと思います。そういう場がもし、設営できればその際にはしっかりお伝えをしたいというふうに思っています。で、前段のご質問ですが、佐川さんが、ほとんどお答えにならない、ないしは今申し上げたようなことについて十分な答弁が得られないということであれば、やはりその周辺部分をご存知であろう首相夫人、あるいは谷紗英子さん、さらには当時の理財局長であった佐保田さん、それから金財局長だった竹内さんなども、やはり承認喚問応じていただく合理的必然性は私はあると思います。竹内さんも休み前の財政金融委員会で、今は国際局長なのでお答えする場にないというふうに言っておられましたけれども、大変残念です。竹内さんも佐保田さんも非常によく知っておりますので、今はですね、財務省解体の危機であり、そして国民にとって民主主義の危機であり、それほどのことが起きているという自覚があれば、あのような木で鼻をくくったような答弁はできないと思いますので、非常に脳裏であり、人柄もよく存じ上げている立場としては、佐保田さん、竹内さんの今の対応ぶりは大変残念で、あります。自ら知っていることはむしろ積極的に申し述べるという対応をしてこそ、公僕としての矜持、とりわけその中でも役所の中の役所と言われる財務官僚の中でも幹部としての矜持だというふうに思いますので、もし明らかにならなければ、そういうことも求めていきたいというふうに思います。関連、あとその他ご質問あったと思います。じゃあお三人方、4名の方ですね。読売の鈴木です。森友に関連して、佐川さんの承認喚問はその野党6党の連携の成果とも言えるかと思うんですけれども、これからの接見とか喚問に向けて質問をすり合わせるとかですね、今後の野党6党の戦い方を教えていただきたいというのが一点、あと次がですね、話題変わるんですが、憲法改正について、自民党の議論が大詰めを迎えていますが、改めて民進党の考え方を聞かせていただきたいのと、森友がある中でそういう憲法改正の議論をする状況に今あるかという点についても合わせてお願いします。まず質問のすり合わせ等は、それは現場できっちりやるべきだと思います。質問者等が決まってくれば、その質問者間でしっかりすり合わせをするべきだと思いますし、そもそもヒアリング等は合同でやっていたりしますので、できるだけ
連携プレーをしっかりしたいというふうに思っています。それから憲法改正はですね、おっしゃる通り今こういう状況で憲法改正の議論をする前提が崩れてきましたね。つまり憲法は国会が国権の最高機関だと定め、そして総理をはじめ政治家や官僚には憲法遵守義務などを定めているにもかかわらず、今その現行憲法をしっかり遵守して国会に対して正直に事実を開示するということが行われていない中で、それを行っていない、つまり憲法をないがしろにしているような政権と政党が憲法改正を議論するということは著しく不合理で不適当で常軌を逸しているというふうに思いますので、とてもそういう状況ではないと思います。で、自民党の憲法改正案についてはそういう環境ですから、詳しく我々が申し述べる今状況ではありませんが、常日頃申し上げてますとおり、4つの項目については過去も申し上げてますので、あえて繰り返しは避けますので、はい。はい、したいことは、2点ちょっと、はい、森友とは関係ないことで、はい、まず1点は前川前文部科学の解任、これも明らかに、自民党のですね、文部科学 部会の会長、部会長ね、2人が解任して、それで圧をかけられてやったということもはっきりしたんですね。ただこれは20日の報道被害に聞いてますとですね、それにもかかわらず文部省担当者は一応事業は問題なかったと、ただ前川さんの経歴については問い合わせの仕方は問題あったということを言っていて、今後前川さんを呼ぶ事業については介入しないのかといったらそれについては曖昧にしています。それで、他の学校を呼ぼうとした時にですね、やっぱり萎縮効果になってしまう、そういうことは絶対あってはいけないと思うんですが、まずこれについてどうかというですね。はい、いや、2点目も言ってください。2点目は全然関係ないんですが、この大きな問題の鍵になっている感じなんですが、東京都議会でですね、はい、大変な条例が出る登録している、ほうほう、要するに迷惑防止条例、2020年に向けて強化するということで警察の権限がものすごい強くなってですね、はい、一応盗撮とかですね、からうろつきとかを名目にしてるんですけれども、市民団体のいろんな行動を取り締まれるようなですね、非常に危険な、共和党ともつながるようなことがあるんで、共産党なんか大変これ問題にしてるんですけど、民進党としてこれ、小池さんのその高派的な本性が現れたといえばそういう感じなんですけど、これについてどういうご見解か、あるいはどういう取り組みするかというのを、2番目からじゃあお答えしますが、その迷惑防止条例、動きを今詳細には報告を受けてませんので、確認をした上で考え方は整理したいと思いますが、迷惑防止条例的なものの必要性はもちろん一般論としては理解しますけれども、これが人権を過剰に侵害するものであってはならないというふうに思ってますので、今の議論の状況、そしてそこに含まれようとしている新たな規定がどういうようなものか確認した上で考え方を整理したいと思います。それから前川さんの問題でありますが、もうこれも言語道断ですね。もちろん自民党側の圧力ですよ、自民党側の圧力が言語道断、そして文科省の対応も言語道断で、この今のご質問をさらに復元するとですね、そもそも公開されたメールの内容ないしは問い合わせの文書にあるように、前川さんは天下り問題であるとか報道されたような事案についてのいろんなことがあるのでうんぬんかんぬんというふうに書かれているわけですけれども、しかしそういうことも含めてもう処分を受けた方ですからね、
処分を受けた方というがそのことでまた遡って、いろんな制約を受けるということであるとするとですね、これは一般的に法律違反をされたような方もそうですけれども、まあ、いろいろ贖罪をされたり一定のけじめがついて、リスタートをされているわけですから、こういう一般的なあり方にも大いに影響を与える非常に不適当な、今回は不適切な対応だと思います。まあ、当然今おっしゃったように他のイベントや特に学校関係者のイベントで、前川さんをお招きしようとするとやはり萎縮効果が働く可能性がありますので、今回の自民党議員並びに、文科省の対応は、まあ、著しく不適当だということをやはりこれ与党もしっかり認めて反省をして、そして役所も文科省もいわば不適切な対応だったということをきっちり公に謝罪をするなり釈明をするということをしないと、その萎縮効果が定着しちゃうことになりますので、今申し上げたような対応を図るように求めたいと思います。今朝私も自分の部屋に文科省の審議官を呼んで話を聞きました。で、最初の第一報、つまり自民党の文科部会長からの第一報はメールで官房長に入ったというふうに聞いてますが、まあ、しかし普通このような連絡が与党の議員から入ったら、事柄の事案からしてですね、私だったら、私が官房長だったら、まず大臣にこんなメールが来ましたけども、どういたしましょうかというふうに伝えるべきところを、なぜいきなり署中局長の方に指示が下りたのかというのを確認したいので、官房長に会いたいと言って、今朝審議官に宿題を出しましたので、改めて官房長に聞いてみたいと思います。まあ、林大臣に伝わっていればですね、林大臣は適切な判断をされる方ですから、こういう展開にはなっていなかったというふうに思います。官房長の初動に大いに問題ありだというふうに思います。フランス天皇以下と申します。簡潔に2点お伺いしたいと思います。イラク戦争開戦から3月20日で15年になりました、はい、民主党政権で総括できませんでしたが、今イラク戦争をどのように総括するでしょうか。ちなみに戦争終結後、シラク大統領は正当性を欠いた戦争はたとえ勝利しても正当性を獲得することはないと言っていました。これが1点。もう1点目が、安倍政権に海外の共謀罪というのは権力側も問われるんですけども、共謀罪は安倍政権に適用することはできないのかということを2点伺えればと思います。はい、まず1点目ですが、いかなる戦争にも正当な戦争というものはないと思います。戦争は最大の人権侵害でありますので、繰り返しになりますが、いかなる戦争にも正当な戦争というものはないと思います。そういう意味では、イラク戦争も同様ですし、イラク戦争のきっかけになった大量破壊兵器の問題については、実際はなかったということをアメリカ政府もイギリス政府も認定をしたわけでありまして、そういう意味では、その初期の動機からして事実誤認であったということですから、これには正当性がないと思います。さまざまな国際情勢の中で、アメリカがような行動を取ったわけですから、いかなる戦争も正当なものはないという立場に立てば、戦争に至るような国際的な圧力や国家間の意思疎通の拙さが生じないように、各国とも最善の努力をしていかなくてはならないと思いますし、安倍さんにも今後のこの東アジア情勢や世界全体への対応にも冷静で客観的で、
抑制的な対応を合わせて求めておきたいというふうに思います。で最後にその共謀罪ですけれども、おっしゃる通り法律というのは誰か特定の人のに適用するものではなくて、あまねく国全体に行き渡るべきものでありますので、共謀罪の内容我々は納得してませんけれども、しかし当然それはいかなる対象であってもそれに抵触するということであれば適用されるというのが法律の趣旨ですから、そのようにあるべきだと思います。はい、先週から代表がおっしゃっている旧免震亭の3棟の再撤収をいただきたいということなんですが、今現在その国際代表が念頭にある3つ の再撤収というのはですね、再撤収じゃないですね、まあいいですけど、まあ、結集、はい、改めてその新しい政党を作るという意味なのか、その統一対話レベルの話なのかということですね。まずはどうしてこれを聞くかというと、その先週その希望の玉木代表が、まあ、去年選挙をした、まあ、新しい党で選挙をしたということもあって元に戻るという意味での再結集はありえないということを話してですね、なのでこの合流再結集に関してその両者でその認識の相互があるのかどうかという、そこをお伺いします。両者というのは、はい、まず私が申し上げているのはやはり我々が向き合うべきは与党であり、そして正当性を失った安倍政権なので、やっぱり国会運営の今の状況とか、それから起きている問題の深刻さとかいろいろ考えると次の総選挙で政権交代を目指すというのが現時点での野党としての当然の姿勢だと思いますので、そういう意味で、再結集なんて言うつもりはありません。もう過去には何事も戻れませんから、やり直しは効きませんので、今この状況からどうするべきかといえば野党の結集です。新たな結集を意識しています。そして新たな結集というときに、まあ、もちろんあまねくと言いたいところですが、やはり基本的な考え方に大きな隔たりがある場合もありますので、まずはやはり3党が新たな結集を目指すというのはそれほど隔たりもないというかほとんどありませんので、当然のチャレンジじゃないかというふうに思います。まあ、これがスムーズにできれば言うことないですし、スムーズにできない場合でも踏むべきステップは踏んでいきたいというふうに思います。あんまりこのことで玉木さんと話をしたことはありませんけれども、認識はそれほどずれてないと思います。はい、はい、それでは以上をもちまして終了させていただきます。はい、ありがとうございました。